あとはもうね、2位で、ウェーバーですからね。そうですね。この辺の駆け引きもね、うん、小蛇投手ですね。ここに横浜大学、はい、小蛇投手。左ピッチャーですね。左ピッチャーですね。ここで本当は、渡来選手に行きたかったですああ、なるほどね。<laughs> 横浜高校ですね。はい。井、え、端、ー、西尾の仮想ドラフト企画。えー、前回は1巡目、えー、1位の選手をくじ引きまでやって、えー、この12人に決まりましたが、まあ、ちょっとドラフト、特にここから駆け引きが。 こう難しくなるのが2巡目かなと、岩田さんも寝ずに考えてきた、ね、ということですがこ、こ、ね、こっからがドラフトですよね、そうですね <laughs> 本当にあの。各球団の方も絶対、ねうん、悩まれていると思うんで、そうなんですよねで意外に、まあ、もう番付で上位だった選手でも、やっぱり1位に入らなかった、例えば、えー、エネオス、渡来選手なんかは、ちょっと残ってたんですけど、うん、僕、楽天だと、やっぱちょっと渡来選手は。 ちょっと左打ちの外野手ってなると、違うかなと思って、外して、まあ、トーマス選手したんですけども。そうですね。だから、あとはもうね、うん、2>, 2位でウェーバーですから。そうですね。その辺の駆け引きもね、うん、出てきて、だと思いますしね。そうですね。なんかこう、重複した時の。うん、これ、名前来るなって、多分他、うん、球団思ってますよね。そうですね。それはあるような気がしますよね。<ー>はい。 では、あの二、ー、巡目、えー、やっていきたいと思うんですが。が二巡目は、あのー、くじ引きもないんでですね。えー、順番で、口、はい、頭で、えー、行っていきたいと思います。はい。では、まず、えー、そうですね。これ、今収録時点での順位。えーえー、セリフは今回再開、から優先で、こういう上バージョンになっていきます。なので、まずは、ドラゴンズですね。はい。はい。岩さん、では、早速いい。お願いします。は,はい。小邪投手ですね。 ポイン横浜大学よ、はい、小蛇投手。左ピッチャーですね。左ピッチャーですね。やっぱり、これ、ね、大きいですよ。左右で取れるの。<laughs> やっぱり、ドラゴンズはまだまだピッチャーと。まだピッチャーですね。うん、で、やっぱり、ね。常広、まあ、仮想ですけど、はい、常広投手取れて。左の小蛇投手。うん、これ、やっぱり、ちょっと。まあ、ホーム的には、そうでもないですけど、やっぱ、出所が見にくいっていうのは間違いないんで。うん、あのー。小蛇投手。取れれば。 もうドラゴンズは大きいですよね。そうですね。二、はい、人入ってくるとかなり大きい,い。このウェーバーのね、最初のチいうところでは、うん、ドラゴンズは結構こういうね、今年はいいの選手が余ってますので <laughs> 豊富なんでね。なる,なるほど。取りやすいのかなっていうところでは。はい。はい。じゃあこちら投資してで、はい、あじゃあ貼っていただいてはいですね。はい。では行きたいと思いますが二巡目ですね、えー。日本ハム。 いきたいと思いますが日本ハム、えー、ちょっと迷ったんですけれども、えー、エネオス渡来選手いきたいと思いますはいやっぱりこうスター性のある選手というか佐々木凛太郎選手をまあ言ったんですけれどもちょっと取れなかったっていうのもあるんでですね、うん、はいまあが内野のまあ選手とか結構いっぱい取ったんですけども外野もまあ これからどうなっていくかというと、まあピッチャーも迷ったんですけど、まあ下村投手があの取れたということで、ちょっとこう打てる、こう長打も期待できる中軸候補ということで渡来選手行きたいと思います。はい、今さんちょっと苦笑いされてましたけど、まあどっかで予定は言わ <laughs> ないですけど、まあでもそうなりますよね、二0名になると。はい、はい。ではどんどん行きたいと思いますが、次ヤクルトですね。はい。はいお願いします。 西で投手ですね、専修<お>大,、ね、大学の西大投手ですね、体も大きいですし、ボールも、ね、150ぐらい投げるので、うん、まちょっと荒削りですけど、うん、ボールというところは間違いないなというところで、ヤクルトですからね、やっぱりまだまだピッチャー欲しいですよね、うん、今のところはですね。で細野投手、右、あ左で、まあ、右も本格派ですから、2人とも。うですね、もうこれで取れれば十分かなと。 これもやっぱ左右の、まあ、同じトートでそうそうトートの、まあ、2人とも春まで2部でしたけど、まあ、2部ですごいボール投げてましたからね、はい、あでもこれもヤクルトいいですねなんかいいですよね、うん、なんかドラゴンズもいいですよね <laughs> ピッチャーピッチャー、はい、やっぱ今年しはこう見るとやっぱ大学生のピッチャーが、ね、まだ残ってるっていう感じしますよねはい、はい、じゃあ続いて西武ライオンですねはいここもちょっと私迷ったんですけども 残ってたということもあって常務大学新藤選手でいきたいと思いますはい、キャッチャーですねまあ、ちょっと今あの森選手が抜けて小賀選手とかちょっと頑張ってますけどやっぱりこう本当の柱になるキャッチャーはやっぱり西武欲しいんじゃないかなっていうのでだいたい西武のレギュラーになるキャッチャーでて1位とかで取ってる選手が多いのでここは新藤選手でいきたいと思います西武去年もちょっと野手野手だったんですけど今年も野手野手で いきたいと思います。進藤選手に関してはどうですか。井さ、うん。いや、ナンバーワンキャッチャーですよ。ナンバーワンキャッチャーですよね。この中でいくと、やっぱ、まあ、今とキャッチャー出てなかったですもんね。んはい。そうですね。やっぱ、やっぱり、ね、僕も2位で考えている球団はありますよね。<laughs> <laughs> そうですよね。まあ、頭痛くなるですね。これ。<laughs> <当> <laughs> 次の、次の手ぐらいまで考えとかないといけないです、ね。そうですよね。はい。<ー>次が、えー。ジャイアンツですね。 上田投投手手ですね。のジャイアンツも大学生ピッチャー,、はい、チャーですねやっぱりピッチャー,ーはいイメージは日下投手を2位で僕はジャイアンツで考えてたんですよなるほどなるほどあのうんまあねこれがドラフトなんだなと思っ <laughs> やっぱピッチャーね1位2位ぐらいまでピッチャーねジャイアンツも欲しいですしう まあ、いろいろ他のピッチャーも考えたんですけど。うん、まあ、安定感もあるし、まあ、まだまだ伸びそうだなっていうのもあるし。うん、はい。まあ、上田投手で。はい、もう一人迷ったんですよ。お、どう、どうしようか。<laughs> まあ、それ後で終わっ発表しよ。<laughs> 後で終わったそうですね。はい、<laughs> はい。じゃ、次、東北楽天ですね。<laughs> 楽天も、うん。まずピッチャー行ったんですが。えー、2位は。やっぱり右バッターがちょっと欲しいなということで。 慶応大学、広瀬選手でいいいきたいと思います、はい、飛ばせる選手ということでまあやっぱり今の打線見ててもこう浅村選手しかですねやっぱ右バッターで打てる選手がいないってなるとちょっとこういう飛ばせる選手欲しいんじゃないかなということでいずも岩見選手を2位で取ってるんですけども、まあ、岩見選手今スカウトで残ってますし、まあ、そういうつながりもありますので慶応大学広瀬選手広瀬選手楽天はどうですか いやー、ありですね、右側いないんで、うん、本当にね、広瀬選手の、音っていうのは。他の大学生とは違う、ますよ。うん、はい。反対方向でも、引っ張ったような、うん、当たり打ちますしね。あのー、ちょっと独特なんですよね。うん、この、この使いが。で,ね、でも、あれだけ飛ばすんで。うんうん、ポスト浅村かな。あいますよね。いねはい、はいえー。広瀬選手にしました。じゃ、ここまで半分来ました、次、ベイスターズですね。 まだ結構でも残ってますね。お、非常に早いですね。じゃあお願いします、皆さん。はい。最初上田選手ですね。そうですね。上田九と選手ですね。はい。はい。まあここで本当は渡来選手行きたかったんですよ。ああ、なるほど。横浜高校ですね。で DNA で行きたかったんですけど、まあちょうどねあの左であの打つバッターあの佐野選手とかそういうのも見習いながらと。 やっぱりちょっとね、あのー、1、3塁ていうところでは宮崎選手いますけど、うそうですね、ちょっとけが持ちですしね、今後のことも考えて、はい、ファーストもありますしね、はい、上田選手、d n a あたり行ったら、覚醒すごいんはまりそうですよね、本当、はい、佐野選手がはまった、はい、で。反対方向も伸びちゃいますんでね、うんそのままスタンドインっていうのもあるんで、上田選手。レー,サーズも。 ベスターズもなんかいいですね、大学生を代表するピッチャー、野手という感じで、はい、はい、じゃあ,じゃあ私、ソフトバンクですね、ソフトバンクは、えー、1位、西舘投手だったんですけども、2位は高校生野手で九州ということで、鹿島瀬選手でいいきたいと思います。やっぱりホークスも、楽天もそうだったんですけど、右バッターがやっぱり、まあ、取ってはいるんですけども、なかなかちょっと。 まあ、苦しんでるなあっていうのもあるのと、まあ、どうしてもこ、こう、大砲。右の大砲が欲しいっていうのは、まあ、楽天もそうですけど、同じで、まあ、特に九州ということもあるんで。三尾選手、行きたいと思います。はい。どうですか、三尾選手、北洲。いや、上手です。<laughs> 上手です。いや、上ですよ。あの、本当に。また、あ、ぐら。 ソフトバンクならではのって感じですよねなんかちょっとスケール大きい方をまあ行くかなみたいな感じですよねじゃあ広島はいはい二次メジャーイバさんお願いしますトヨタ自動車の松本健吾投手ですねはいアジア大学ですねアジア大学ですけどボールは速いですねそうですねすごい時はすごいですもんね本当にねあのまだねこう一年間通してっていうところではね社会人ですけどなかなかそこを見せないですけどポテンシャル ね、能力っていうのは高いピッチャーだなと思うんですけど、まあここでね、やっぱり広島に。そうですね。広島は結構トヨタ多いですしね。アジア大学もトヨタ自動車も多いということで、はい、松本スカウト担当。松本スカウト担当松本。ですね、はい。はい、はい。では続いてロッテですね。はい。ロッテもおなかなか迷うとこなんですけども、はい。えー。 大正代大阪商業大、高投手でいきたいと思います。うん、ロッテも、あのー、ま、あピッチャー、若いピッチャー結構いいんですけど、左がちょっと技巧派が多いというか、左の本格派がやっぱりちょっと少ないなっていう感じがするんでですね、今残ってる、こう、ピッチャーの中で結構、まだちょっと時間がかかるかもしれないですけど、化けた時にこう、去年の3年生の春に一回すごいピッチングを見て、ちょっと細野投手と並ぶぐらいかなと思って、 た時もあったんで、まあ、ロッテ左の先発候補ということで、高投手。に行きたいと思います。高投手の印象はどうですか、岩さん。いや、二枚看板ですもんね。ねそうですね、上田投手。投手高投手。ですねこれ,これもこの好みですけど、うん、遜色ないピッチャー二人ですし。はい、やっぱりね、上昇ですもんね。大丈夫ね <laughs> そうですね。ずっと勝ってますからね。ねなかなか、あの、ね、二枚しかも揃っちゃえば、もうね、うんうん、全国でも。 優勝を狙えるチームですよね。今回も欲しかったですもんね。ベスト。そまですね。しましたねはい。はい。確かに。ということですね。では、阪神。うん、注目の阪神ですが。そうですよね。いや、もう阪神は進藤選手だ。決めてきたんですよ。<laughs> <laughs> はい。が取られてしまったということで。どうでしょう。あ。 横山選手、上おお、高校生、そうですねショート、はい去年はまあ高校生でも右バッター多かったですね、だからやっぱり、あの方も素晴らしいですし、あの花ある選手だと思いますの高校では内野手でもトップクラスであるのは間違いないんで、ま阪神もちょっとね、あの入間的にも数は欲しいんだかなとは思うんで。そうですね今ちょっとまあ ちょうど、なんか油乗ってる感じにい、ね。そうですね。うん、まあ、中野選手もセカンド行って、うん、木浪選手。で、ね、小松選手って、うん、あの、控えればいるんですけど。そのさらに下で。うん、まあ、能力が高いですよね。そうですね。スケールも大きいんで。阪神、はい、タイガース。あ。いいですね。まあ、高寺手選手も先輩でいますしね。はい。 なんかあれですよね余裕を感じちゃうんですよね、高校生、高校生。<laughs> 確かにそうですね、阪神だけですよね、高校生、はい、高校生は。そうですねはい、いオリックスですね、行きたいと思いますが、オリックスもちょっと悩むんですけど、まあ、これ、3位も次取れるっていうところも考えると、山形中央武田選手でいきたいいと思います、はい、ちょっとまあ、左のこう、まあ、バッター、いなくはないんですけども、おやっぱりちょっと野手、 としてで取った方が、まあ、二刀流本人やりたいって言ってるんですけども、まあ、先に出てくるならバッターかなっていう感じもしますし、まあ別に左ピッチャーとしてやっていっても、オリックス左ピッチャーもちょっと、あれなんですよね、絶対数がそれほど多くないので、まあ両方の可能性秘めた選手で、ここまで残ってるとすごくありがたいかなというところで、はい。武田選手、いきたいと思います。はい、武田選手、どうですかね、二刀流で。 行きますかね。バッターはいいですよね。やっぱり。六番ぐらい打ってたのが四番になってましたし、あのやっぱキにもね、アンジャソンしてますしね。ちょっとピッチャー的に見たらやっぱちょとね、もともとこうそんなに高くいってないけど、ちょっと落ちたかな。そうですね。三コーターですかね。なので、やっぱりバッターの方は悲惨なものありますよね。そうですね。夜明のまさたか選手みたいになってくれると。 すごくいいかあと野球センスもいいんで、うん、意外とファーストの守備も練習見てたんですけどハンドリングうまいんでねん守備でも問題なくいけるのかなと思いますんでね,ですね、まあ、ちょっとオリックスもやっぱり高校生を取れる、まあ、余裕というかもあるかなという気もしましたからね、うん、はい、はい、じゃあ一旦二2巡目ここまで来ましたけどもどう,どうですか井端さんセリーグ・セリーグ各球団 GM として判断したときに。 いやなんとなくどこもあれじゃないですかイメージはあると思うんですよこういう感じでっていうのはピッチャーピッチャーなのかピッチャー野手なのか高校生大学生っていうイメージはあるんですけどなんとなく顔ぶれは多少ずれますけどなんとなくポイント的にはそんなに大外れしてないんじゃないかなっていう気もしますし。 即戦力即戦力が欲しいとかうん、うん、いや逆に、ね、そうですねもうここなんかまあ阪神なんかまさに高校生高校生ですしです、ね、将来性をうそうですねまあピッチャー欲しいところとか分かりやすいですよね、はい、ドラゴンズもそうですしジャイアンツもかな、うん、でまあ野手野手はここですかねそうですね、うん、ピッチャーやっぱり若いのがいますしねそうなんですよね、はいうん やっぱなんかカープも独自路線感があってちょっとなんとかあそうですよね。そうですよ、ね、これだけで思ったんですよ、本当に一人取られるだけですべてくるじゃないですか <laughs>、ね、ちょっと出しちゃったんですけどでも松本投手なんか本当に調子よければ1年目からやりそうですよね本当にあれ常にあのボール投げればうん、うん、こっちにもありますよね、この投手だと思うんですよ。特に ね、まだ日本選手権、そう、出てきますんで,です、ね。はい、では、一旦2巡目は、これという形で。えー、次3十目まで、えー、行こうということなので。次回3十目も、行きたいと思いますので、<laughs> ぜひそちらもお楽しみにしてください。皆さん、ありがとうございました。したちょっと待ってください。<笑><笑>まあ、今の痛いな。神 <laughs> 村学園、プロギー投手ですね。滝田投手の、水佐投手の。は, <laughs> はい。